こんにちは、心理カウンセラーの高村です。カウンセリングを受けるとハマりそうですという話を時々聞きます。でこれは私が推測するに、カウンセリングを受けるとどんどんこう依存心が出てきて抜け出せなくなるというような意味なのかなというふうに思っています。で確かにカウンセリングっていうのは依存っていう側面があることは否定できないですね。ただこれはカウンセリングだけではなくて、例えば弁護士さんとか税理士さんっていうのも、その専門性に関しては依存するっていうか頼るっていうのはこれ当たり前ですよね。自分でできるんだったら最初からお金払って頼みませんから。でそういう意味で専門性に対して依存するっていうのは確かですね。ただそれだけではなくて、自分としてはこうしたいっていうのがあって、そのために専門知識を教えてもらう、あるいはそれを活用して対処してもらうっていうことだと思うんですね。ですからこれは自立と依存っていうのが両方あってバランスが取れてるっていうふうに思うんですね。で実はカウンセリングも全く同じです。ある部分専門性っていうところに関しては頼るしかないですし、時には心情的に頼るっていうこともあるかもしれません。ただ最終的には自分がどうなりたいかっていうことがやはり終わりだと思うので、そこに向かって進んでいく、結果的に自主性とか自立心っていうのが高まっていくっていうことを最終ゴールにして、そのために頼るというような、この依存と自立っていうことのこのバランスっていうことが大事なんだというふうに思います。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高村で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。